こんばんは。えー、今日は、えー、小学生には解けて大学生には解けない問題を紹介します、えー。今このような直方体の部屋の中にいます。えー、窓が一つあり、えー、細長くてコンテナみたいな部屋です。えー、出口はありません。えー、振り返って、えー。この部屋は非常に邪悪で、部屋の中に何か生き物がいると、この壁が迫ってきて中にいるものを潰そうとします。 はい、早速壁が迫ってきました。えー、一旦元に戻します、えー。今この部屋の中にこのような小さいハム虫を入れてみます、えー。するとこの邪悪な部屋は、えー、壁を動かして、えー、虫を潰そうとします。驚いた虫はパニックになり逃げ惑います。えー、これは部屋を上から見た図ですが、えー、部屋の長さは12メートル、えー。壁はこんな感じで動きます。 えー、この壁の速さは毎、えー、分6メートルです、えー。そしてこれが虫です。えー、この虫はこの壁が動き出すと同時に、えー、壁からこのように飛び立って向かいの壁と動く壁の間を行ったり来たりします。えー、そしてその速度は毎、えー、分30メートルです、えー。壁と虫を同時に動かしてみましょう。はい、こんな感じになります。 はい、虫が潰されました。えー、ここで問題です、えー。虫が潰されるまでに何メートル飛びますでしょうか、えー、ここでちょっと一時停止して考えてみてください。えー、それでは回答です。えー、まず、虫の飛んだ時間は、えー、壁が動き出してから反対側まで行く、えー、までなので、 部屋の長さ 10mm を速度で割って2分になります。次に、虫の飛んだ距離は虫の飛ぶ速度に上のこの2分をかけて 60m になります。はい、虫は潰されるまでに 60m 飛びました。難しく考えて N を含めに飛ぶ距離を n としてその輪を求めて極限を取る。 なんてことはやりません。えー、それではおやすみなさい。